全身が疲れます。バインダルをサウナにしたのって世界で初めてなんじゃないですか。さあ今回は道東の池田町にやってきましたよ。池田町といえばワインが有名な町ですよね。もうね、畑がもう見えてるんですけど、ぶどう畑が見えてますよ。さあ今日はですね、そんな池田町に世界で初めてかもしれないあるサウナができたということなのでやってきました。一体どんなサウナになってるんでしょうか。お、この辺かな。大きなログハウス調の建物が目の前にあります。着きましたが、サウナはどこでしょう。さあ到着しました。でですね、まあいろんな建物あるんですけど、これがもしかしてあれですか。ちょっと行ってみましょうか。なんだろう。あ、あ、え、すごい。あ、これはサウナだ。ちょっと待ってください。ワインって書いてあったけど、どういうこと。でも目の前に絶対に水風呂、絶対に外気浴スペースみたいなものがあるから、きっとこれがサウナなんでしょう。じゃあちょっと着替えて入ってみましょうか。さてこのね、樽ちょっとさっき文字書いてあったじゃないですか。ちょっと見ましょうか。トカチワイン、トカチでワインが作られてたものを、その時の樽を使ってるってことなんですね。トカチワインの樽なんだ。あ、ここに購入年月日書いてます。63年。まあ、大体30年以上前から使われている樽をサウナにしたんですか。どんな感じなんでしょうね。ちょっと入ってみましょうか。行きます。いざサウナへ。あ、もう一枚ドアがありました。改めまして、いざサウナへ。失礼します。あ、おお、すごい。樽の中です。こんな風になってるんだ。今温度がだいたい75度くらい、かなりマイルドに優しく今温められています。窓もついてますよ。すごい、自然が見えますね。この色が紫がかっているのは、もしかしてワインの染みていた色ですか。へえ、長年使われていたことを思うと、なんかね、ロマンがありますよね。ドアを開けた時からほんのりとワインの香りがしてます。いい香り。大体この樽の中、大きさ的には3人座れるかなっていうくらいの大きさなんですけど、このコンパクトな大きさが熱をしっかりと全体に渡らしているのかなっていう感じですね。そしてストーブは上にしっかりサウナストーブ乗ってますよ。ということは料理ができます。蒸気が見える。勢いがいいですね。おー、来た来た、早い。すぐ蒸気来ました。あー、
だ。すごいいい香り。なんかちょっとこの香ばしいような香りもあって、さっきまでのワインの香りと少し違った香りが楽しめますね。あー、一気に体感温度上がってる。熱い。大きさがコンパクトなのと上も丸くなってますから熱が行き渡りやすいんですかね。いやー、このワイン樽をサウナにしたのって世界で初めてなんじゃないですか。ワインの香りになったような気分です。ではしっかり汗をかいた後は水風呂、多分これでしょうね。これもワインの樽ですよね。すごい。パカッ。中に椅子も入れてくれていますね。よいしょ。こうかな。こうかな。おー、あ、冷たい。気持ちいい。見上げたら木に囲まれていました。はあ、結構しっかり冷たいですね。10度台前半かなくらいです。今中にある椅子に座ってるんですが、椅子に座らないと、おお、しっかり全身が浸かります。Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. よし、今日の休憩は目の前にインフィニティチェアがあります。ここで休憩しましょう。何度やっても慣れない私。あ、すごい空きれい。北海道にいますけど、それでもこんなに大自然の中でサウナに入れるところって他にあまりないと思います。最高のロケーションですね。いやー、池田町でワインダルのサウナに入れるなんてラッキーだなー。池田でラッキー、ラッキー池田。さよなら。サウナの後はサ飯ということで、こちらです。牧場のうまやばバーガーのやばいサイズの牧場チーズバーガー。めちゃくちゃ大きいです。なんと中のこのお肉は 200g あるそうですよ。いただきます。このお肉とチーズとトマトソースがぴったりです。サウナ後に
進んじゃう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。